嫁と別居というところのお話をさせていただきたいなと思います。ということで、どこに行くの。はい、本日はですね、嫁と別居というところのお話をさせていただきたいなと思います。ということで、まあ僕のメインチャンネルでこういう形で嫁が出てくることっていうのは少ないんですけども、タイトルにもある通り別居ということになりましたので、そちらのご報告をさせていただきたいなと思います。うちの嫁なんですけども、これは僕ということで、今回釣りではございません。なので別居が決定したということになってるんですけども、まあ、僕ばかり喋るわけじゃなくて、嫁にもちょっといろいろ聞いていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。別居ということで決定しましたけども、嫌でしたか、僕のことが。そうですね、あんまり良くはなかったかもしれないですね。やっぱパワハラ、モラハラ、その他数々の暴力、嫌でしたか。嫌でした。言うは逆やねということで、嫌ではなかったってことですか。別にいつもやる、その答えが欲しいのよ、早く。嫌ではなかった。嫌ではないよ。でも嫌ではないけども別居するってことだよね。そうだね。で、まあ、これは確定したっていう、決定してるわけですね。決定事項。そうですね、決定事項ですね、うん。でまあ、今回の別居に関しては、彼女から、お話をいただいて、じゃあそれで行こうということなんで、僕からっていうよりか、まあ、彼女からいただきました。で、まあ、いろいろね、皆さん見ていただいてる中で、僕らが教員辞めるか、続けるかみたいな家族会議したりだとか、日本一周で一緒に回ってたりとかっていう、いろんなとこ仲いいとこ見てもらったり、買い物 Vlog とかも大体2人で行くんですけど、そういうの見ていただいたんですけど、今回まあ別居という結果で、僕ら考えた結果になりました。で、離婚は中しますか、罰つける、あ、つけない、どうしようね、もうそんないらないか、どっちやねつきません、つきませんね。パワハラでございます今の。離婚はしないです。なので、今日こうどんな話なんっていうところなんですけど、今後も皆さん楽しみにしていただいて、僕の、このレビューだけが好きっていう方もいらっしゃれば、いやいや逆に夫婦の動画が好きっていう方もいらっしゃるので、しばらく別居するってことなんで、一緒に映ることがないっていうご報告ということになってます。で、ここまで話すると何の話がずっと行われてるかわけわからんと思うんですよ。別居はするけど離婚はしない、事実困難みたいな感じ、別居困難みたいな感じになると思うんですけど、そんなかっこいいもんでも何でもなくてですね、どういう感じですか。まあ、ちょっと勉強しに、勉強しに来たいねんな。そうだね。で、勉強するってどこに行くの、塾かなんか行くの。海外に行ってきます。海外に、ね、行くっていうことで、まあ、彼女は海外でいろいろ勉強したいということになっております。海外に行くんですけども、なんでいきなり海外なんですか。その背景を多分皆さん分からへんから、なんでいきなり海外っていう。去年10月ね、うん、旅行行ったじゃん、うん。でその時にあんまりそのコミュニケーション、現地の人とね、そんな取れなかったから、うんうん、なんかめっちゃもどかしいっていうか、なんか喋れるようになりたいっていうのと、まあ、空気感、海外の。そう、いいなと思って、まあ、どうせならこの今2人だけの期間に行ってみようかなっていう感じですね。まあ、なのでその昨年の海外旅行、久々の海外旅行、コロナ後の初めての海外旅行かな、うん、日本は回ったんですけど、海外行った時に、あ、海外いいなっていうことで、まあ、喋られへんかったしな、実際俺はもう何にも喋られへんかったし、うんうん、Uber の運転手さんとも喋ろうと思うんやけど、ワードが出てこないし、うん、まあ、聞こえへんっていう感じだったんで、もどかしさみたいなな、うん、あったっていうところで、まあ、彼女がそこで去年の10月か11月ぐらい、10月だね、10月か、うん、で、まあ、学びたい、勉強したいっていうことを思ったみたいです。で、僕も全然知らんかったんで、いきなりそういう風に、まあ、思ってる希望はあるみたいな、うん、そういうことやってみたいな、いつかはみたいなこと言ったんで、いやいや、いつかじゃなくて、そんなもん今やらのしゃあないやんっていうことで、僕自身もね、今まで散々応援してもらってるんですよ。やるってなったりしたら、どれも反対されたことないし、まあ、反対されそうになったら無視していったりするんですね。だから、まあ、迷惑かけてるっていうところもそうやし、まあ、彼女がもし仮にやりたいことがあるんやったら、まあ、言うたっていい大人やん、うん、だからさ、それでさ、もうええ大人でさ、止めにかかんのも変やなと思うから、まあ、子供やったらあれやけど、だから、まあ、自分の好きなような人生歩んでほしいし、まあ、できる限りのサポートは俺もしたいなと思ってますので、やっていくということで、まあ、海外の勉強していけるねんな、はい、具体的に何で勉強するの。英語、言葉、うん、言語の声、うん、頑張ってください、英語頑張ります、はい。ちなみにそれっていつからいつまで行ってるの。まあ期間はそんな分からへん、分からないけど、まあ今年いっぱいは、あ、今年いっぱいはね、はい、もう行ってるってことですか、今現時点で。そうだね、もう行ってるね。これもう4月上旬、あ、じゃあいないですね、私は日本に。あ、これあなた日本に今行けないですね。過去の、嫁蔵さんが今映ってるわけなんですね。そう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 、よかったですよ。これ微妙な空気感もあるので、もうちょっと近づいていきますか。中風中説が流れちゃうわかりました。じゃあ、海外逃亡ってことでよろしいですね。そうですね、はい、宅堂にあきれて海外逃亡してたと、うん、で、もうこの見ていただいてる中ではいてないっていう、うん、まあ、僕はね、去年の11月から知ってて、まあ、それのサポートして、彼女も英会話行ったりして、2つ英会話習ったりとかしてな、丸暗記してましたけど、いろいろまあ大変だね。あの、普通のちょっと旅行用のビザでは行けないので、90日しか行ってないから、その不法滞在になっちゃうので、まあ、年内行こうと思ったらビザがね必要になるので、ビザのための勉強したりとかっていうことで、彼女もいろいろ勉強していた中で、まあ、ビザの合格した時はよっしゃーって言ってな、うん、受かったって嬉しい反面、あ、ほんまに行っちゃうねやっていう、ちょっと悲しい、ね、感じもあったりはしたんですけども、彼女のね
ね、夢というか、まあ、応援したいなっていう、まあ、僕ら出会って10年ぐらいですか、海の家で出会って、まあ、海の家で10年前に出会って、でそこからまあ一緒に付き合ったりとかしてたんですけど、彼女が強行突破する時ってあんまなくて、それこそ僕らは遠距離やったんですけど、その同棲するために強行突破してきたぐらい、親の反対を押し切って強行突破してきたぐらいで、あとはもうほぼほぼなかったんで、まあ、彼女がやりたいっていうことってあんまなかったから、まあ、今回やりたいっていうことやったんで、まあ、ぜひそれは応援させてほしいとかサポートさせてほしいなと思ったんですけど、まあ、僕も無限にサポートできるわけじゃないから、できる限りでしかちょっとしかできないんですけど、やっていこうということで、今回そういうことになりました。だから今後に関してはどうなるんですか？もうずっと別居していく？まあその永遠っていうわけじゃないけど、しばらく何ヶ月間は、うんうん、ってことはまた来年とかになったら一緒に住んでるかもしれんかなって、ね、再来年とか、そう、ね、3年後とかやったら、それはもう住んでるでしょ、住んでるかっていうことになってますので、一時的に別居してるだけ で、うん、でまあ、それは勉強のために別居してて、また帰ってくるよっていうことなんですね。帰る場所は用意しとくから、ここにずっとあるから、いつも帰ってくれるから、ケツバって帰ってきてくれてもいいから、ありがとう、もう勉強無理だってなっても、うん、ありがとう、その時温かく皆さん見守っていただければなと思います。あ、結構 Vlog すぐ上がって帰ってきたけども、あ、嫁蔵さんこれケツ割ったなっていう時はもう別にケツ割ったなって言ってもらって全然いいですし、まあ、彼女も覚悟を持ってねやってますので、まあそんな感じでいいんじゃないかなと思います。だから僕自身はまあ変わらず、このままスタジオも変わらへんし、家も変わらないし、ルーティンも変わらない中でやっていくんですけど、まあ、ただ一つ大事なピースがないっていう、彼女がいてないっていうところなんですけど、まあ、いてないので、まあ、皆さんにこう見ていただいたりすることで、よしまた僕も頑張ろうと思って、普段やったら横で応援してくれてる人がいてるんですけど、もう今後はしばらくいてないので、皆さんからのコメントとかで、あ、よし頑張っていこうとかっていうふうに思って、僕も自分の道を頑張るし、彼女も彼女の道を頑張っていくっていうことで、またどっかで合流してね、一緒に生活できたらなと思ってます。まあ、どっかで合流したって言ったらずっとばかりみたいになってるけど、まあいずれはまた戻るから、そう、ね、うん、一時的にっていう感じなんで、うん、だからほんまに不仲説とかもう全くなくて、仲は相変わらずいいよな、うん、むしろもうめっちゃ寂しくて、どうなんか行こうって思ったことちょっと後悔するぐらい、ついつい思いつきで喋っちゃうところがあるのでね、行きたいなーって、よしじゃあ行くわーって言ったけど、行くってなって途端に無理になったりとかね、ちょっと寂しい寂しいって、うん、だってこの数ヶ月間行くって言ってるのに、キャリーケース1個で行こうとしてたから絶対無理やから、特に荷物多いねんから、もう日本国内の2泊3日行くだけでもキャリーケースパンパンで行くような人が、その長期間海外行くってなってる時にキャリーケース1個では絶対無理やから、そう、ね、で最終的にはもう2個でも無理やってんな今もう試行錯誤してるな、これ省いてこれトレードしてみたいな、こうずっとなんかドラフトみたいなことしてるやんか俺もう見てられへんからさ、なんでその化粧水はいっぱい入れていくのに服の何グラムだけ削って、これはちょっとグラム重いなとか言って T シャツ1枚省いたりしてるけど、このさじ加減が俺には全然わからへんねんけど、まあまあ頑張ってますね、うん、だからまあまた実はずっと別居ってわけじゃなくて、何ヶ月か経ったら僕も会いに行こうと思ってますので、その時にはまた動画出ていただいたりすると思うんですけど、まあ、そこまでね夫婦ともども応援していただけると嬉しいなと思いますので、そういったことで嫁蔵のことを応援してくれてる人も、僕ら夫婦のことを応援してくれてる人もしばらくちょっと出れないっていう感じですし、まあ、もし出る時には僕が会いに行った時にはまた出ると思いますので、元気な様子ね見ていただけれたらなというふうに思っております。ということで、僕ら2024年、僕自身は海外アメリカ挑戦するっていうのも言ってるし、彼女は語学を挑戦するっていうことで、まあ夫婦ともども挑戦する年にはなってるんですけど、まあ、本当に温かく見守っていただいて、まあ、失敗することもあると思うんですけど、それでも前向いて頑張っていきたいなと思っておりますということになっております。なんか言うことある？特にない抱負とかは抱負とか、なんかそれこそ帰ってきた時の目標とか、帰ってきた目標は、まあそれはね、あと英語を聞き取れるように、うんうん、ちょっとでもコミュニケーション取れるようにしたいなと思います。もちろんここに帰ってくるんですよね。当たり前じゃん。違う、なんかダニエルとか言ってる外人のところに帰っていくわけではないですよね。ここに帰ってくるんですね。本当に帰ってくる。まあ皆さん待ってくれてると思いますので、まあちょっと未来のことは分からへんけど、まあ今のところは全然そういう風な形でやっていこうと思ってますので、まあその都度進捗状況をお伝えしていこうと思っておりますと。はい、ということでね、見ていただいたんですけど、メインチャンネルの方のメインカメラが電源落ちて、もうメモリーカードも満杯になっちゃったんで、こっちで最後エンディングにしたいなと思います。ということで、また嫁動画出てきた時はよろしくお願いします。ということになってますので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。